グリーンフィッシュ、グリーンフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名のグリーンフィッシュは、漠然と、緑色の魚を刺す。アメリカ公文書は、ベラカの一種を由来と述べており、大西洋中央部の古島セントヘルナアセンション及び、トリスタンダクーニャに生息するアセンションだや、セントヘルナラスの通称が該当する。 グリーンフィッシュは1944年6月29日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1945年12月21日にトーマス・ジェイ・ドイル夫人によって命名浸水し、1946年6月7日に艦長 RM メトカーフ中佐の指揮下収益する。 グリーンフィッシュは1946年7月22日から9月13日まで成長巡航を行い、コロンビアのバランキア、パナマウンガ地帯、ペルーのカヤをバージン諸島のセントトーマス島を訪問した。ニューロンドン沖及びチェッサピーク湾での訓練を年末まで行い、1947年初めにはカリブ海での艦隊訓練を行う。 1947年2月11日に初の航空母艦フランクリン D ・ルーズベルトからのヘリプターによる乗員以上を達成した。合衆国沿岸及びカリブ海での様々な訓練の後1948年1月8日にエレクトリックボート車のドックに入居グッピー E 回収が行われた。この回収でシュノーケルが装備され、またセール部分が拡大された。 加えて、バッテリーの改良によって水中における速度と活動時間が改善された。作業完了後1948年8月21日にニューロンドンに帰還、グリーンフィッシュは2度目の成長巡航を9月1日に開始した。巡航には大西洋艦隊潜水艦部隊司令のジェームズ・ファイフ少将が同乗した。9月9日にパナマ運河を通過し、 バルボアでの訓練を行った後9月24日にニューロンドンに帰還した。グリーンフィッシュは太平洋艦隊に配属され10月23日に真珠湾に向けて出港する。1948年11月25日に新たな母港に到着した。1950年にはピュージェットサウンドにおいて対潜水艦船演習及び港湾防衛訓練を行い、 メアアイランドでオーバーホールを行った後は1951年まで、新珠湾近海での作戦活動に従事した。1951年11月15日に、新珠湾を出港したグリーンフィッシュは日本の横須賀に向かい、朝鮮戦争支援任務に就く。1952年1月31日から3月1日まで、紹介を行い、 沖縄での演習に参加した後6月2日にハワイに帰還した。近海での作戦活動及び特別任務を行い、1954年11月5日に新珠湾海軍造船所に入居、近代化オーバーホールが行われた。作業は1955年7月6日に完了し、9月15日に第7艦隊での任務に向けて出航、29日に 横須賀に到着した。10月19日から11月15日まで、グリーンフィッシュは特別任務につき、その後東南アジアへの巡航を行う。2ヶ月に及ぶ巡航では、マニラ、シンガポール、ラングーン、香港を訪問し、ラングーンではビルマシショウウヌの訪問を受けた。沖縄及び横須賀での訓練後、グリーンフィッシュは1956年3月13日に、 新珠湾に帰還した。続く5年にわたって、グリーンフィッシュは、新珠湾近海での作戦活動、特別任務及び、本国近海での演習、定期的なオーバーホールを行う。1960年12月15日に、新珠湾海軍造船所に入居し、フラム回収及びグッピー転換が行われた。この回収で、船体は15フィート延長され、 バッテリー及び他の装備が加えられた。作業が完了すると1961年7月28日に成長のため出港し、真珠湾での活動を行った後12月には、第7艦隊での任務に向けて出港する。グリーンフィッシュは特別任務に加えて様々な艦隊活動及び、対潜水艦船訓練、香港、マニラ、沖縄といった港への訪問を行った。 1962年6月に、真珠湾に、期間、10月まで近海での作戦活動を行ったが、キューバ危機の発生により、日本に派遣、第7艦隊の支援に当たった。12月に、ハワイに戻り、短期オーハーホールの後、平時任務に復帰した。真珠湾を拠点として、グリーンフィッシュは、様々な対潜水艦船訓練に参加した。 1964年3月30日から9月4日までオーバーホールが行われ、その後太平洋への巡航から戻ると1965年1月27日に極東にけて出航した。2月初めに日本に到着、続く4ヶ月にわたって日本及び、フィリピンで第7艦隊と共に活動する。8月1日に新樹湾に帰還し、1966年まで、 定期的な訓練に従事した。1966年2月1日に再び、西太平洋に展開し、7月1日に第7、艦隊での任務を完了すると、ハワイに帰還、同月末に、真珠湾での定時任務に復帰した。グリーンフィッシュは1967年まで、太平洋艦隊潜水艦部隊での任務に従事した。 グリーンフィッシュは1973年12月19日に退役同日除籍された。相互防衛援助計画に基づき、ブラジル海軍へ売却され、アマゾナスと改名された。艦名はアマゾン側にちなみ、その名を持つ艦としては8隻目であった。ブラジル海軍での活動も1992年10月15日に除籍され、リオデジャネイロのノーチラスシーパークで、 博物館船として公開される予定であったが、その状態が公開に適しないと判断され、2001年にスクラップとして廃棄された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。